山本朱五郎サブ三の一御年二十と三にならせたまいてサブは保護紙の文字を読んでいた御年二十三っていうと 俺たちと同い年っていうわけだな。英二はたすきをなおし、のり皿でのりをのばしながら、左手の甲で額をこすった。読むのはよせよ。彼はサブの方を見ずにいった。しわになると使えなくなるぜ。ちゃんとコテがかけてあるよ。だから読むのはよせって言うんだ。 いつまでも子供っぽいやつだな。栄治はほとんど上の空で言った。世話を焼かせるなよ。サブは保護紙をそっと下に置いた。二人は今二十三になって、初めて二人だけで綿文へふすまの張り替えに来ていた。 着座式二つのふすま八枚その日は五日目で下張りにかかったところであった朱の塗り縁に吉野杉の骨のがっしりした本源ブスまで刷毛を持って向かい合うだけでも気持ちが引き締まりいかにも仕事をするという心よい興奮が全身に感じられるようであった。 中働きのお寿が来て、そっと覗き、お茶にしてもいいかと聞いた。サブが栄治の顔を見、栄治が答えようとしたとき、わたぶんの妹娘のお園が走ってきて、お寿を押しのけるように座敷へ入り、栄治の脇へ座った。あたし今、お稽古していたのよ。と、お園は、 英二の膝へ手をかけながら言った「聞こえたでしょエイちゃん!」。「ええ」とエイジはお末に振り向いていった「お茶にしていただきましょうか」。お末が「はい」と言いお園がエイジの膝を手でゆすりながら自分の歌ったのが聞こえたかどうかと答えをせがんだ。 おスエは目をそらして去り、栄子はおそのの手を静かに押しのけた。お稽古って今何をやってるんです？あら嫌だ長うたじゃないの。おそのは栄子の膝を手でたたいた。この前そうざらいに来てくれたんじゃなかったの？ねえサブちゃん？え、え。サブは頭の後ろへ手をやって。 矢野倉の泉楼でしたっけ A ちゃんは来てくれなかったの行きましたよ。と言って栄治は左手の指を一本ずつ手ぬぐいで念入りに拭いた。おととしと同じ道成寺よく飽きねえもんだって驚きましたよ。憎らしい。誰が飽きないのよ。師匠がね。 仏はよとおそのが大きな目でにらみ、英子は立ち上がって手を洗ってきますと言いながら廊下へ出て行った。今のは口だけですよ。サブが取り出すようにどもりながら言った。ええ、本当は関心していたんです。嘘。誰が関心なんかするもんですか。 自分で自分に愛想が尽きてるんだもの。と言って、おそのはびっくりしたように目を見張った。ほんとだ、A ちゃんの言う通りだわ。そして笑い出し、ほんとにお師匠さんがよく飽きないものだわ、と言いながら胸を押さえ、身をかがめて笑った。サブは自分が何か失敗でもしたように、丸っこい顔をあからめ、 のり皿を脇へ動かしたり保護紙を重ね直したりした「ああああ」とおのは笑い病んでいった「笑っちゃうわね」お寿が茶と菓子を持ってきすぐあとから栄治が戻ってきたお寿は茶を入れ菓子鉢の蓋を取ると誰の顔も見ないようにして急ぎ足に出ていった あの人今お嫁の話があるのよ。と言いながらお園は菓子を一つ取りサブに向かって片手を振った。あたしにもお茶をちょうだい。いいわよその茶碗で。サブは今お酢への入れていった茶の一つを盆にのせて進め英二はさりげない表情であの人って誰ですっと問い返した。 お末よ決まってるじゃないのおそのは菓子を食べ茶をすすったあの人あたしと同い年の19でしょもうとっくにお嫁に行ってもいい年なのになかなかうんと言わないんですってもし揺れ残ったらどうするのかしら自分はどうなんです同い年ならおそのさんだってもうダメ ダメなのよ、私たしたち。おそのは、えいじの言葉を遮って言った。私たしもねえさんも、遠藤い生まれつきなんですって。ねえさんなんか21にもなるのに、これっていう縁談がまだ一つもないの。お菓子つまみなさいよ。サブが慌てて菓子を取り、えいじは茶をすすった。遠藤い生まれつきか。 が言ったのんきな人たちだなだってほんとなんですものおそのは細い肩を左右にゆすり目尻でえ治を見つめながら言った「えちゃんあたしのことお嫁にもらってくれないかしら?」。